はい、マーシーチャンネルです。チャンネルです、はい、ね、なんかちょっと位置おかしくないですか？ちょっとおかしいですね。はい、私、はい、いいですね。はい、はい、今日の今からお話しするのは、うん、ウエスタイドストーリーということで、はい、これ金ちゃん見たことがないと言ってましたので、サイちゃんもですね、これ前このおはくらで取り上げたんですよ、ウエスタイドストーリー、はい、駒村誠さんっていうね、FM愛知のアナウンサーの大先輩が来ていただいて、ちょうどこのスタジオです。おで、そこでですね、サイちゃんと挟んでやって、こっちで盛り上がってて、サイちゃん振ると、見ます、必ず夏休みに見ますと言ったのが全然見ないでね、まだ多分見てないと思いますけどね。でその時は1957年にですね、ブロードウェイで大ヒットして、はい、そして61年に映画されたんですよ、はい、でその時の、サウンドトラックをもとにお話をしたんですけども、うんうん、はい、今回はあのスピルバーグがリメイクしてやったやつを、中心に話をね進めていたと思うんですけども、はい、もちろんスピルバーグって言ったらね、ハリウッドのもう大天才ですよね。E.T. 見ました。あと、ミストの遭遇もあるし、はい、あとあのハリー・ポッターもそうかな。ハリー・ポッターもですか？ハリー・ポッター、スピルバーグじゃなかったです？すいません、これは、もし違ってたら、またもし、音楽が違うか。音楽がジョン・ウィリアムスなのか。スピルバーグであのジョーズがあります。ジョーズ、ね、サメのやつとかね、はいはいはい、あとシンドラーのね、うんうん、とかありますけども、はい、で、今回はウエスタイドストーリーなんですけど、もちろん映画としての作品は多分スピルバーグが素晴らしいものもあると思うんですけど、うん、はい、おはくらは一応クラシック番組なのでクラシックの音楽に対してのことなんですけど、うん、レナード・バーンスタインというあの芸術家はですね、はい、指揮者でもあり作曲家なんですよ。へ、でその作曲家っていうのもクラシックの流れを組んでるポップスの作曲家とは違うんですよ、うん、でウエストサイドストーリーはミュージカルなんですけども、それ以外にいろんな交響曲とかそういった、クラシックの作品もたくさん書いてるんですよ。へ、で、うん、その、バーンスタインが25歳の時にこのミュージカルを書こうと言ってですね、うん、結構 7,8 年かかってこれ出来上がってるんですけども、非常にまあ、要するにだからクラシックの要素もありながら、うん、ラテン音楽とかジャズとかですね、いろんなものが入っているんですけど、はい、ということは今はねこうやって記録が残るのがあるので作曲者の意図がね分かるじゃないですか、はい、でバーンスタインもですねミュージカルの時は一生懸命やったんですけど、うんうん、映画の時はほとんどスタッフに入ってないので、まあ、それ一人歩きしていくわけですよね、でそれで自分がですね晩年というのは1984年ですね、うんうんうん、1984年に、レコーディングをし直すんです。ほう、でその時にいろんなその時使ってた楽譜を少し、うん、あの手を入れながらですね、進めていったということがあるんですけども、はい、ということで、ということはモーツァルトとかベートーベンが、うん、今みたいに記録が取れれば、うん、必ず録音とか録画を取ってると思うんですよね。そうですよね。その後に演奏する人たちは必ずそれをバイブルとしてですね、そうですね、お手本にしますよね、楽譜だけなので、自分なりの解釈だともう本人が出してると、うん、それをね真似すると、そうですね、そう思いますよね、うん、もうでも実はですね演奏家ってそこまであれじゃなくて、実はあのラヴェルのボレロとか、はいはい、20世紀の最初の頃にはもうレコーディングの技術があるわけですよ、はい、あのエジソンが、ね、うん、そうですね、作った蓄音機みたいな、はい、蓄音機がね、だから一応ね本人が指揮を振ったりする音源も残ってるんです、うん、そうするとですね今とだいぶ違ったり、指揮者がラベルが後ろにいてね、はい、レコーディングに立ち会って指揮者がやった時に、ラベルが振ったのが反対だ、ラベルが指揮をして、で後ろでその時の、活躍してる指揮者の人が見てて、はい、うん、で練習終わった後にラベルに、うん、もっとテンポ早いよって言ったっていうね、それぐらい作った人に向かってということなので、意外に作品っていうのは、うん、作った人じゃなくて客観的に見た第三者の方が、その表現の方がしっくりくる場合もあったりするんですよね。面白い、ということで今回取り上げたバーンスタインのですね、うん、あれもバーンスタインの意図はそうだけど、その後にやってるね、
スピルバーグ、はい、そのとでスピルバーグの時の音楽を担当したのがデュダメルというね若手の指揮者の人がやってますので、まあ、映画なので自分の音楽よりはあのそのシーンとか監督の意向が強いと思うんですけど、ですからバーンスタインの作ったものとちょっと違うテンポ感だったり、うん、違うそのまああのリズムの、はい、ね、取り方今日もありましたもんねということがあると思いますので、ちょっとその辺をね、はい、あの聞くと面白いと思います、うん、で来週もねウエストサイドストーリーあるんですけども、はい、来週はねちょっと面白い、そのバーンスタインが録音を撮った時にですね、はい、なんとですねメイキングビデオも作ってるんですよ。ほう、このビデオがね NHK でも放映したんですけど、うん、これ僕見ててものすごくね緊張感があって面白い、エピソードがたくさんあるので、はい、来週はそのことについてね、お話ししたいと思います、うん、ということで今日はバーンスタインのウエストサイドストーリー1回目ということで、はい、お話をさせてもらいました。楽しかったです。ちゃんと見てくださいね。見ますよ。はい、じゃあまた。